Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Mystery of Islam. Geometry of Gods. Hiroshi Hayashi, Satoshi Morimoto, Japan. 皆さん、こんにちは。イスラムの謎解きにの第一歩です。今回初めてイスラムの謎解きに挑戦していました。モスクの天井にはこのような幾何学的な模様がいっぱい描かれています。これらの模様は何を意味するのか、何のために描かれたのか、ここにイサファファンにあるモスクの天井画があります。この天井画を今日は試しに分析してみます。この模様が皆さんは何かに似ていると思いませんか？そうなんです。ひまわりです。このひまわりの模様は極めて数学的に書かれているということを皆さんはご存知ですか？ひまわりはもちろん自然が作り出したものです。しかしモスクの模様は人間ということになっています。本当にそうでしょうか？このビデオを見てもう一度皆さんの常識を疑ってみてください。これは自然によって作られたものです。造形物です。が誰がこれを書いたかということなんですね。それには幾何学の説明が必要です。自然界のアンモナイトの割合を計算してみますと、ここに 1.375 という数字が出てきます。137.5 度で順にこう送り出していきます。これをまあその数だけ繰り返しますと、ここに現れてくるのがひまわりなんですね。このひまわりの模様をもう一度皆さんよく見てください。この模様です。さあ皆さん、もうお分かりですね。これは自然の産物です。高度な幾何学的な証明が幾何学的に使われています。では左の模様は誰が描いたかということなんですね。 137.5 度を知っている人によって描かれたということです。森本さん、どうもありがとうございました。 Thank you very much for your watching. Bye.